はい、メルカリで銀杏売りでございます。12個、今ね、夜の7時58分、8時から売るって告知してますんで、あと2分したら売ります。なんかこっち側がいっぱい映ってんな。まあいいか。こう暗いな。もうちょいライト増やそうか。あそこしかないから。この辺にもうちょっとつければもっと明るくなるな。うん。あと1分、あと1分でございます。これどこだっけ、この間1枚ね、お遊びで吸った紙があったんだけど、あ、なくなっちゃった。どこだっけ、あ、これだ。この下映るかな。ブタケツのシールの原案まあ商品化するかどうか分かりませんが、うん、どうかな、使うところがあるかないからね。でとりあえず1個目のところにスタンバイしてて、来たー、行くよー、出品。1個目ー、はい。で下書きに行きます。あ、スピーカーの音が入ってる。あれ、もう売れた。嘘だろ、スマホ、あ、違う、スマホがピーピー言わないから大丈夫だな。じゃあ2個目、そんなにね、いつもと違ってそんなにバカすか売れると思わないんだよな。あ、ピコンって言った。あ、なんか売れた感じがする。3個目。出品。メルカリから3件の通知が来てるってことは、今もう3個売れちゃったってことかい。4個目。はい、5個目。ピンコにならないよ。あ、気になった。はい、6個目いきます。あ、ピンコになった。7個目8個目ん、さすがに止まりだしたかな。あ、なる、なるな。あと4個。9個目。あー、次々売れております。9個目。はい、10個目。皆さんいいですか？銀杏ですよ、銀杏。銀杏ですよ。そこらでも安いの売ってますよ。うちの高いですよ。多分メルカリでね、もっと安い銀杏売ってると思いますよ。あの、もっと安い他の銀杏買った方がいいかもしれないよ。はい、ラス1、ブーブー銀杏12、これで終わりです。いきます、出品。
はい。あ、もしかしたらこれを更新かけるとこれもなくなってるかもしれない。残ってると、あ、違う、売り切りのためコメントできませんだ。はいはい、じゃあマイページで、出品した商品、出品中ありません、取引中、あらららららら、あら、はい、皆様すでに発送待ちになっちゃった。はい、支払い待ちが1件。はい、ありがとうございました。4分で終わりました。うん、ね、実質何日で作ったんだっけ。3週間ぐらいじゃないかな。まあ売るもんだけじゃなかったからね、最初に近所に配ったりした分あったし、直に買いに来た人も随分いたし。ありがとうございました。これで今年の銀杏全部終わりました。例年ね、余らしてカビが出ちゃったりするのも随分あったりしたんですけど、今年はそれがなく全量をはけました。ありがとうございました。はい、早めに発送かけたいと思います。お買い上げいただいた方、もうしばらくお待ちください。はい、ここまでやっても動画の尺が5分、あ、待ち時間があったから7分ぐらいしかないと思います。はい、終わります。ありがとうございました。